つやらんと。よし。はい、皆さんこんにちは、ピカーです。プラント vs ゾンビやっていくぜ。はい、今回はね、このひまわりくんひまわりくんもね、あんまり強そうじゃないがね、まあ特殊能力がね、味方回復するとか、まあそういう感じ。これはまあ、取った人がね、回復するんだが、味方いないもんね、前回のね、ボス戦の時ね。で、R1 も負傷していたら、光の帯状でね、ビーってね、回復するんですよ。で、三角ボタンはこれ地面に這いつくばって、まあこれは敵を攻撃するんだが、これがどれだけ使えるかっていう感じですね。まあちょっと多分下手すれば前回のパックンフラワーの方が、まあこれは味方いいけど、まあこういう風にね、回復しながら、まあ、ね、でも味方いなかったよね。まあ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 、でもこれはすぐ自分も回復できるから、まあまあまあいいよね。よし、じゃあちょっとやっていくか。どこだっけ、ここだったか、ここだったよな。じゃあそこまで行くぜ。バリアだと。よし、回復、気持ちいい。これはいいよね。回復しながらは結構使えるな。結構使えるな。大丈夫か？ほら、満タンにしてやるよ。いい、あるね。満タンプラスね、HP 強化なってるんですよ、これ。ね、バーわかります？水色と黄色のとこあるよね。はい、あ、近いわ、ほら。あら。大丈夫、あるか。お前も来てくれんかな。あっち行きやがった。白状者が。まあこいつまだレベル1だからまあレベル9とかそういうのになったら、まあ勝てるようになった。これ違った。
これは倒し合いだった。おい、大丈夫か。おい、こっちかい。大丈夫か。あ、ダメだ。大丈夫？どんどん行って。お前を支援する。めっちゃ強い人をね、オンラインプレイでめっちゃ強い人を支援しとったらね、ほぼ生き残れる。そういう感じかもしんないね。うん。大丈夫か？先生。攻めに立った。大丈夫ですか。レベル2。ああ、回復してください。よし、チャンパーでやるよりもこっちの方、味方同士で協力してる方がめっちゃなんかね、大差 つきそうだね。大丈夫か。回復するぞ。あ、こ、あ、大丈夫ですか。やりましょう。あいつやりましょう。ああ、私もビーム出します。ビーム忘れてました。私のビームを。ああ、これ使ってください。おいおい、回復してやるよ。こっち来て。おい、使って。よし、行くぜ。たわけい。あいつがやばい。よし。おい、どうですか。あごにいるぞ。でもやっぱ防御力弱いね。よーし、終わった。オッケー。わからん。やばい、どこだったか わっけわからんなった。
イツだったか。これだ。待ってくださいまし。これはこれを出してビーム。なんだ、こんなやついたか。なんだと。倒さんといかんのゲッ、消えやがった。あれか。なるほど。これもね、どこに何を配置したらいいかとかあると思うけど、まあそこまでやり込んでねえからまあ適当に置いときましょう。まあもしかしたら全く意味のないねこともやってるかもしんねえけど、まあしゃあないわな。よし、これで上登るんだっけ。
入りやがった。強化強化お前強化。やらんといかん。こいつもか。お前強化してやる。やれい。なんかクローン来たんじゃないのか。から来るんですよね。ならばこいつを強化。どっから来るんだっけ。あ、こだよ。強化。あかん。こいつとにかくやれ。あいつ入られたら終わりやからね。あ、やべえ、入りやがった。
死ぬ。あ、オッケー。で、お前大丈夫か。くっくっ、行こうか。えい、あー臭いわー。行こうか。うわ、せ、はい、強化いくぜ。くぅ、臭いのよ。よし、ひまわり強い。あー、ひげもらったぜ。よし、これでストーリーが進む。わけわからんストーリーが進む。あ、ひまわりちょっと気に入ったぞ。先生のヤギヒゲとイエティの装飾品と男爵の帽子は手に入れたか？冗談だよ。手に入れたってことは知ってるよ。私はすべて見通せるからな。クス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 。さて、キラキラの接着剤を少々ゾンビの汗を一振りすれば、じゃじゃーんてめえ。芝刈り機がおしゃれマシンに早変わり。ちょうどいいタイミングだね。ゾンビを踏みつけるユニコーンの絵を描いて、もう前みたいには元気が出なくてさ。おしゃれマシーン。Zティック、なんのこっちゃ。うん？運ぶのは大変だから特別なステーションで。ああ、そこ入んのか。さあ、用心棒をやっつけてオールドスクールに痛みのダンスを見せてやるのよ。わかった。よし。まあ、次はそれをすればいいんだね。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またねー。